那覇市ノグレンプラザ中千路ランチやってます。太平通りにある食堂を紹介しながら歩きたかったんですが、今は午前11時を過ぎたばかりで時間が少し早かったようです。左手にあった喫茶店アームさんが亡くなっています。高齢の婦人が経営していた店でした。先月まであったのまたやってしまいました。私まだ行ってなかったんです。かなり残念、本当に残念です。ノグレンプラザが完成して2年半になりますが、周辺の工事はまだまだ終わっていないようです。今後はさらに道路が整備されてマンションなどが周辺に立ち並びそうですが、将来的にはどういった形になるのか不透明。ただ沖縄らしさは確実に薄くなりそうです。日本のどこにもありそうな特徴のない街になってしまうのが一番困ります。
君。ランチのできるランチ、海鮮丼セット。お兄さん、これ出ない。あ、出ない。詰まってます。また詰まってますね。はい、今大丈夫だと思います。出ます？はい。はい。あ、すいません。はい、どうも。ありがとうございます。